1月13日木曜に発売されましたスチーム版モンスターハンターライズをご紹介いたします。おまずは、こちらのスチーム版のモンスターハンターライズ、こちらの魅力をおさらいしたいなと思いますので、ちょっと流させていただきます、はい、ということでございまして、本作はですね、4K 解像度に対応しておりまして、解像度の設定やフレームレートの設定など画質調整が可能なほか、テクスチャーをですね、高解像度化することが、できておりまして、より精細な表現でゲームを楽しめます。 4K 対応でございますよ、残念ながらね、今日の放送は 4K 放送ではないんですけども、この高解像度のテクスチャーも本当に近づいてね、見ていただくと分かるかなと思います。すごいです。こちらもね、ハイフレームレート、PC のスペックによってどんどんフレームレートが、上がっていくというね、今日の、放送ではそこまで、お見せできることはできないんですけどね、そしてキーボードとマウスの操作もちゃんとできますよと、こちら PC の、遊んでいただいているユーザーさんには、ポイントかなと思います、もちろんボイスチャットも対応しております。コミュニケーションバッチリといったところでございまして、後ほど、ご紹介しますが、ウルトラワイドディスプレイ、こちらもポイントですね。はい、すごいですよこれね、映画だ、はい、映画みたいだった、映画だ、表現の仕方が映画みたいだった、なかなか16対9の画面比率に加えて、21対9のウルトラワイドディスプレイでも最適表示させることが可能となっております。これ嬉しいです、うちウルトラワイドなんで、あ、そうなんだ、めちゃくちゃ嬉しいです。すごいな、俺も欲しいな。ではちょっとね、そのウルトラワイドディスプレイどんな感じなのかね、映像に収めてまいりますので、ちょっと見てみましょうか。こちらでございますよ。これです平井さん。あ、いいっすね。あ、確かに見やすいかも。すごい、本当にワイド。おすごいわ、やっぱいいわ、ウルトラワイド。正面から見るとね、こういう形に見えますもんね。すごい。真ん中がへこんでる。もうゴーちゃんがね。没入感が違いますから。没入感が違いますからね。そうかそうか。視界をきれいに覆ってくれる感じがする。すごい。いや、絶景かな。いや、もうここにいるみたい。これほら。ここにいるみたい。後ろに、あなたの後ろに。あなたの後ろに。いや、声がおかしい。声がおかしい。いや、すごくないですか、でも。いや、ゴーちゃんがリハの時に全然信じてなかったんですよ、これね。いやいやいや、もうね。ここ完全に実写ですよ、ここ。実写。すごいっすね。いやー、広々としてる。ほら、なんすかこれ。これフィルター機能なんですけど、PC のね、スチーム版にはこれ搭載されている。映画じゃないですか。そうですね。こちらちょっとセピア調になると思いますね。すごい。あの歌が流れてきそうですけどね。いやー。ほんまやね。音もちょっとね、変化するというフィルターになってます。そうですか。へー。広。本当だ。全然違いますね。うわ。カメラそんな動かさなくても済みそうですね。すごいな、大自然、映画。うわ、ガルクも喜んでるみたいな感じしません？いや、喜んでるでしょう。まあ、もう尻尾ボンボンしましたね。ぐるぐる回ってる。広くなったわって、ね、ありがとうだわ。それ違いますよ。それ違いますよ。ほら、横までよく見える、モンスターの位置を把握しやすいんじゃないですか。そうですね、確かに。ほら、昔の作品みたい。あ、これもね、こちらもまたフィルターみたいな。これいいですね。昔の作品みたい、やはりあのね、奥行きが分かりやすくなるんですよ、モンスターの位置とかが。ああ、それもね、はい、こっちからね、突進してくる時も分かりやすいですね、ウルトラワイドが、このスチーム版での追加の機能でありますフィルターですね、ちょっとこちらご覧いただきます。あ、そう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 、フィルターがね、はい、あ、はい、黒沢映画だ。本当だ、言っちゃった。本当だ、特殊フィルター。これかっこいい、これそれで設定ができるんですけど、モノクロ、ね、モノクロですから、セピア、セピア、セピアもありますよ。うわ、セピア和風ですね。和風、はい、色合いが独特です。そして戦国風、本当だ、なんかで、さらにね、セピアのシネマ風、シネマ風、はい、すごい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 、映画撮れますよこれ、ねゲームで。マジで、わ、あれワイドモニター本当に欲しくなっちゃうな、これ。
でこれ気になるクエストの方なんですけれども、はいはい、現在は任天堂スイッチ版で11月末までに配信されている更新データバージョン 3.6.1 までの内容が実装されております。なるほどなるほど。2022年2月末に、任天堂スイッチ版との配信内容の同期を予定しております。なお、はい、任天堂スイッチ版とのクロスプレイおよびクロスセーブは非対応となりますのでご了承ください。またイベントクエストも任天堂スイッチ版にて2021年12月17日までに配信されたコラボクエストを含んだ39本のイベントクエストに加え、12月24日までに配信された7本のチャレンジクエストも配信されております。詳細は Steam 版モンスターハンターライズ公式サイトでご確認ください。いやこれな欲しいな。現在配信しております体験版でちょっとマルチプレイをしてみようかなと思いますので、奥様そちらの方拝見してからでも遅くないかなと思いますが、体験版あるんだ。体験版あるんですね。あります。はい、繋がってますかね、ボイスチャットの方は。あ、聞こえた、師匠。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はそうですね、ノート PC でも、まあ結構サクサク動くというところを見せるために、はい、あえて直撮りで、はい、やっていきたいなと思ってます。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速そうですね、はい、始めていければと思います。会議中にやりて会議中にやりて会議中にやりたいかっこよくね、いやいやながらも本当はゲームしててそう、はい、もうこれが Steam 版の。おー、夜ですね。あ、夜でもね、照り返しとかがすごい。はい、あ、川、あ、水も綺麗。反射反射反射、うん、見えますかね。あ、綺麗に見えてますね。でもね、直撮り、うん、ほら、あ、綺麗だわ。本当だ、綺麗だ。ちょっと水面見せて。水面、水面をさ、もうちょっと薄く角度、角度を今のや80度ぐらいまで上がってるけど、30度ぐらいまで下げてるのに、ぐるーっと回してもらっていい？あ、そう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 。いいね。大丈夫ですかね。いや、見させてもらってますよ今。いや、綺麗ですね。水の感じって結構大事なんですよね。大事ですね。反射する感じもね。師匠もうちょっと待ってくださいよ。ここら辺やっぱ平井さんはもうこだわりますから。ほら、ハスの葉がすごく美しく映っておりますね。ノート PC 水、うん、はい、でやっていただいてますが、グラフィック設定結構綺麗に設定させてもらってまして、FPS 設定も今 60fps で、やっております。なのでノート PC でもこれぐらい、動きますので、まあ皆さんぜひお手元に PC あれば無料で体験版落とせますので、はい、家で自分の PC で動くかなって思った方はぜひ試してみていただければなと思いますね。そうですね。あのってさ、壁の近くに立ってもらっていい？壁の近く。そう、ほんでカメラをね、壁の方に振ってほしいのよ。お、あさらさら、それで自キャラ見たいの。あさら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 、それ。見えます？見えね、見えね、そのフードがね。うん、そう、フードのこの質感よ。はい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 。編んでる感じ。おお。あ、でもこれ見えるかな？お、見えるかな？いい。皮感が出てる、これ。あのモンスターの皮膚感も出てるやん。うん、そうですね。じゃあ見に行きますか、モンスターの皮膚感とか。ね、軽くの毛並みもいいですね。もう決死の覚悟ですけどね、こちらは本当に。行きましょう。そうですね。決死の覚悟ですよ。それ玉水根ですからね。玉様。今回のクエストはあのモンスターの討伐ではなくて観察ですから。そうですね。観察ですね。これはね。そう。よし。ただあのぜひモンスターとのあれですね、あの狩りしてる最中に関しては、うん、こうぬるぬる感、あ、そうですかね、 60fps のぬるぬる感をちょっと体験してもらえればなと思います。そういう意味では師匠がちょっと頑張らないといけないところあるかもしれませんけど ね、 そうですね。今どこだこれ。まあ、でもあのカメラは綾菜さんなので、うん、あのぜひモンスターのそうです、ね、いいところをですね、なので撮ってもらえればましたよ。いるかな、みっちゃん、みっちゃんどこ、あ、来るかい、来るか、今来るかい、みっちゃん、みっちゃん降りた、みっちゃん、みっちゃん、あ、来た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 、寄って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 、ちょっと待ってくださいね、よく 見に行きましょうね。あら、
あ、まだ気づいてない、気づいてないよ。おお、と気づかれちゃった。なんかね、やっぱモンスターの中でも屈指の綺麗さを誇りますからね、玉娘 ね。おお、すごい。そうですね、見えるかな、うん、この水の、ね、反射ですとか、このモンスターと水の反射も見て、どれだけ綺麗かっていうことね、うん、はい、あの色合いとかも結構綺麗に出るものなので、この、うん、なんでしょう、色の境目とか鱗の一枚一枚とかもね、あの PC 版だとよくわかるので、ね、ぜひこう見てもらえればなと思ってます。おー、綺麗、鱗いいね、これこれやっぱモンスターファンの皆様にはこう、うん、めでるために最高の環境じゃないですか、モンスターね。え、本当に転んでくれないかしら。ミツネ大好きなんですよという方はね、見てもらいたい、このアルビノ感とかね、すごいですね。もうこの尻尾の毛並みとかも ね、うん、ね、はい、いい感じに出てると思うので。むずいよ。いいよ。あ、じゃあいいよ。ちょっと、やばい。これ今。で、三つ目でもこんな感じに出ますので、うん、他のモンスターとかもこう意外に気づかないところが見えたりとか、ほら今観察チャンス。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 見てください。見せて見せて。うわー。ヘビ。ヘビは。つるつる感。つるつる感ちょうだい。つる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 。いいね。秒間のフレーム数もすごく多いですよ。すごい。あ、いいですよ。あ、そういうのもいい。あえてエフェクトを観察したい。そうですね。なんかあの、まとってます。泡を。あとはまあ、そう、ピーシマだとこうボイスチャットが標準搭載されているので、うん、まあ、こんな風に、ね、いや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 ワイワイ仲良く。今のはわざと、わざとでしょ。そっか、ワイワイ仲良くボイスチャットができると。プンジンチャンスですかね。ウェアーズ、打ち消せない。おー、こういうところもね、打ち消せない。なんか水が出てる感じも欲しいですね。いいですね。最後っぺ、まあ、こんな感じで、はい、PC 版もスムーズに、はい、できますし、ノート PC でもいけますので、うん、お手軽に Steam で、はい、試してみていただければなとは思っておりますね。いいですね。あった。ちょっと見る。いや、すごい。いや、すごい。いや、本当はね、尻尾の断面図見たかったんですよ。いや、もうこの短時間でですか。ハンマーですから。ハンマーですよ。そっか、ハンマーで来ちゃってるから、ね、うん、あのハム感あるじゃないですか、ね、どういうテールスープ感、うん、テールスープ感、ね、なんか水の映り方もすごい綺麗で、そうです ね、いろんなモンスター見たいですよね。そうですね、うん、これでマナドもちょっと先ほどやらせていただいたんですけど、うんうんうん、鬼火がめちゃくちゃ綺麗でした。鬼火綺麗、映ってる感じもなんか、お祭りかなお祭り、ちょっと寄っていこうかなと思って。ちょっと寄ってたら、吸い込まれてちょっと。